新性能電車。新性能電車とは、日本国有鉄道、国鉄において、カルダン駆動方式や電磁直通ブレーキ、または電気指令式ブレーキを採用した在来線電車全般を指す用語である。1957年、昭和32年に開発された101系電車は、カルダン駆動方式車の全電動車として設計を進めていたが、 大量増備の必要性に起因する製造コストや変電所容量の問題、また当時のダイヤ構成では必要以上に性能が高くなることから、電動車と付随車の割合、MT 比を1、1として再設計された。カルダン駆動方式を先行して導入していた私鉄各社は、全電動車方式カルダン車を、吊り掛け駆動方式の電車、急性能車とは、 著しい性能差があることから、高性能車としたのに対し、上記理由で、カルダン駆動車の性能を抑制した、国鉄の場合は、旧性能車と、性能差を大きく変えなかったことから、新性能車、一部を除き発電ブレーキも、採用と故障した。ただし、後継の103系電車の計画にあたっては、カルダン式と吊り掛け式のコスト面の比較を行った、 上で星コストの低減が可能なことから全車が採用されており、当初からこれ以後カルダン式を採用するという、格然たる方針があったわけではない。このため、初期、1950年代から1960年代の抵抗制御のカルダン駆動車のみならず、1970年代以降の電気子直波制御車や、堺自転カレージ制御車、さらに VVVF インバータ制御車などの、 回生ブレーキ装備車も含まれる。こうした経緯の中で、国鉄の電車については、高性能電車ではなく、新性能電車という用語が一般的に用いられるようになった。下記のような各タイプが、標準設計として大きな変更なく、登場後長期にわたり、用いられた。JR 発足後は一般型という区分も登場した。 東日本旅客鉄道 JR 東日本では E231 系に始まったタイプで通勤型と近郊系の形式上の区別を廃止し一般系電車に区分を統一した。以後登場した JR 東日本の普通列車用車両は基本的に一般型に区分している。他の JR 各社では現在でも普通列車用車両は基本的に通勤型と 近郊型に車種を2分しているが、西日本旅客鉄道 JR 西日本125系は、例外的にローカル専用の標準タイプとして、一般型に区分されており、同じ一般型でも輸送力の差が大きく現れている。詳細は、一般軽車両を参照。電気方式によって、大きく次の3種に区分される。詳細は、リンク先を参照。 1950年代、上述の通り急増した利用客を裁くための方策として、国鉄では新しい通勤停電車を計画1 0 1系では軽量、高回転型の MT46A 型主電動機を用いた全車電動車方式を採用し、高加速、高減速度による輸送力増強を追求しようとした。しかし現実には、 高価な電動車の比率が大きくなると製造コストがかかること、また電力使用量が多くなることによる変電設備面での制約度から不随者を挟む方向となった。詳細は国鉄101系電車計画の頓ん参照。また国鉄では旧系電車でも短距離通勤輸送のほか、横須賀線などの中距離輸送、80系電車による東京名古屋間などの 長距離輸送も行われていたが、新性能電車は、幹線全般の輸送にも用いられる子になり、通勤系以外においても、MT46A 型主電動機は、この他にも、標準型として、近郊系、急行系、特急型にも歯車比を変えて用いられた。通勤型においては、全電動車による高加速よりもブレーキ性能向上による高減速の方が、 輸送力増加に有効であることが判明したことで、定格回転数を下げ出力を10%増強した MT55 系主電動機用いて、電動車と付随車が半々でも、加速性能及びブレーキ性能を確保できるような設計とした103系が登場した。詳細は、国鉄103系電車新型通勤電車の要件参照。その後、大都市圏の利用客の増加は、 とどまることを知らず、低コストの103系が201系登場まで増備された。近郊系、急行系、特急型も MT46A 型主電動機を用いた形式は、勾配線区で電動機の温度上昇などが問題になり、電動機出力を20%増強した MT54 型を用いてそれ以外の基本設計を大きく変えない系が製造された。 また引き続き、そもそも速ブレーキを装備することなどで、公害線区仕様により適用する形式を製造した。概要のような状況から生まれた用語である、新性能電車は、高性能ではないが、新しい性能、カルダン駆動電車であるという苦しいニュアンスを含んだ、用語として生まれたとされるが、一般的な説である。ただし、例えば蒸気のような新性能電車の、 典型例とも言える1 0 3系電車であっても、その以前の車両である、ハ七7 2系電車に比してはるかに高性能であり、国鉄以外の多くの吊り掛け式通勤型電車とした場合も同様である。そのため、蒸気の節度は異なる主張もある。1 0 1が登場した昭和32年の時点では、国鉄の列車は中距離程度の運転区間であっても、一部を 覗き機関車が客車を牽引する動力集中方式が主流であった。しかしも波80系電車の登場により、中距離、そして長距離列車にも動力分散方式の電車が進出し始めていた。編成全体の出力に加え、駆動軸が多く粘着特性が、はるかに良い電車は、たとえ旧型の吊りかけ、式電車であっても、機関車牽引の列車より、はるかに、 高性能と言えた。そのため、新型電車を高性能ということは、従来の電車は低性能ということかという議論が起こった。その結果、新しい基軸を多数採用した電車であるという意味で、国鉄の内部用語として生まれたという説もある。国鉄内部でこの議論が起こったのは、当時は未だ、機関車機関士が花形とされ、運転士、機動車機関士は、 近郊区間担当の下働きという風潮が一方で根強く残りながらも他方でそうした従来の常識が覆されつつあった時期で両者の摩擦があったことも背景にあったと考えられる。本来、新性能電車とは国鉄電車のみに用いられる表現であるが鉄道研究者やファンの中には1950年代から1960年代の鉄道技術に関する 交渉等の中で、私鉄、地下鉄、路面電車のカルダン駆動電車をも指す用語として、新性能電車の故障を用いるケースがしばしば見られる。これは、単純に高性能電車、カルダン駆動電車の同義語として用いている場合が、ほとんどであるが、一部には、意識的に、決して高性能ではなく、単にカルダン駆動方式を用いているだけの凡庸な、性能水準の電車。 おさす、遠極用語として用いている場合がある。私鉄、地下鉄、路面電車においては、吊り掛け駆動車にも発電ブレーキや回生ブレーキを採用して効果減速を実現した車両があり、それらが必ずしも低い性能とは言えない一方で、A 段1900系電車、西部601系電車のように、モーターのみ、カルダン駆動である他は、制御装置、ブレーキ、 補助電源等がことごとく旧型車そのものであり、性能が差して向上していないというケースもあるからで、ある。一方、京阪八重型電車や江ノ島鎌倉観光線軽電車のように、吊り掛け式でありながら、性能的、機能的に初期のカルダン中性能車の多くを凌駕する、性能の車両の存在もあり、このため私鉄も含めて、 カルダン駆動方式と電気制動併用の電磁直通ブレーキ、または電気指令式ブレーキを採用する車両を新性能電車と統一して定義する向きもある。もっとも駆動方式やブレーキ、制御機などはそれぞれの使用条件に応じて適切に組み合わせて使用されるべきものである。例えば初期高性能車ではブレーキメーカー側の事情や 在来車との並結都合などからそのまま従来通りの自動空気ブレーキに発電ブレーキを連動させた事例が各社で存在しており、また、頭部パッセン系は運用状況を勘案し、踏みずらブレーキに摩擦係数の大きなレジンを用いることで発電ブレーキを省略しつつ、所要の高減速性能を確保している。こうした事例を見る限り、この定義は、 合理的かつ適切な区分とは言い難い。当初は全電動車方式による高性能電車を導入した施設においても、その後は大半が国鉄同様に経済性を配慮した設計に移行せざるを得なくなった。1960年前後を境に大都市圏の大手施設などでは大量輸送対策による車両の大量増備の必要性から地方施設では モータリゼーションの高まりから、それぞれコストを意識した、車両設計、付随車化、発電ブレーキ省略等に転換している、例として、全電動車方式の2200型から電動車、付随車同数の2400型へ通勤系電車の生産を移行させた、小田急電鉄などが挙げられる。なお、電動車比率の低下には、中空軸平行、カルダン駆動装置の開発や、 WN 過ぎての小型化によって、狂気でも比較的大出力のモーターを台車上仮装することが可能になったという技術面の進歩も関係している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。